クールアース推進構想を発表する内閣総理大臣福田康夫クールアース推進構想は日本が提案した美しい星50を現実的に実現するための手段として提案された構想である。2008年1月26日世界経済フォーラム年次総会の特別講演にて内閣総理大臣福田康夫により発表された。この構想はポスト 京都議定書の枠組みづくり、国際環境協力、イノベーションの三つを中心としたものである。全民の首相、安倍晋三が提言した、美しい星50を、さらに進化させ、現実的に実現するための手段として提案された。この構想の発表により、日本は京都議定書の次のステージ作りを明確にスタート、させた。2008年7月の、 第34回主要国首脳会議を睨んで表明された。2008年6月9日には福田ビジョンとしてもう一歩踏み込んだ内容の発表を行っている。ポスト京都議定書の枠組みづくりに対して次のような提案がなされた。世界全体でエネルギー効率を徹底的に高める努力として次のものを提案している。合意形成は気候変動。 生物多様性 3R について中国、インド、ブラジル等主要排出国の環境担当大臣、国連環境計画、経済協力開発機構等の国際機関の代表からなる G8 環境大臣会合で行われた。クールアース推進構想に関連し、毎年7月7日がクールアースデーとして制定されている。クールアースデーとは、消灯による 電力消費量の抑制と地球温暖化問題の啓発を目的に制定された記念日である。具体的には夜間照明の消灯が呼びかけられている。2008年6月に内閣総理大臣福田康夫がクールアースデーの制定を提唱したことがきっかけとなり、環境省が日本国内の官民に呼びかけたことから実現した。 一回目となる2008年7月7日には、横浜ベイブリッジなどの照明が落とされた。また、通常同期は、ライトアップされている施設も協力しており、札幌テレビ塔、札幌市土境内、東京タワー、通天閣などの観光施設、東大寺などの宗教施設、大阪城、熊本城などの歴史的建造物が協力した。観光庁だけでなく、セブン アイホールディングスやイオンなど民間企業も参加の各店舗で実施した。環境省の試算によれば1日でに酸化炭素排出量を420トン削減できるとしている。ありがとうございます。